こんにちは、りょうです。今日食べていくのはこちらです。蒙古タンメン中本さんのトマト&チーズ味ダブルコク旨辛味噌、こちらを食べていきたいと思うんですけど、こちらは視聴者さんからセブンイレブンで新商品、こちらの中本さんの新商品が出たみたいなので、ぜひ食べてみてくださいという依頼があったので、今日はこれを食べていきたいと思います。こちらは11月12日の土曜日に新発売されたばかりの商品みたいなので、食べるのが楽しみです。そして今日はもう一つ、蒙古タンメン中本さん旨辛味噌、これはご存知の方も多いとは思うんですけど、私は以前に蒙古タンメン中本さん北極ラーメンを企画で食べたことがあるんですけど、まだこちらのラーメン食べたことがなかったので、今日は新発売されたこちらの商品と旨辛味噌味、どちらが辛いのか、どちらも初めて食べるので、それを実際に食べて検証してみたいと思います。やるぞ。それでは作っていきたいと思います。こちらはトマト&チーズ味、蓋の上にこのようなオイルがついてました。そして中はこんな感じです。もうすでにいい匂いがしてます。そして続いて旨辛味噌味、辛うまオイル、これがついてました。中はすごい豆腐とか入ってる、美味しそうですね。よし、じゃあお湯を入れていきます。こちらのオイルは後で入れていくので、まずはお湯を入れて作っていきます。それではオイルを入れていきます。ではまずトマト&チーズ味の方からオイルをかけたので混ぜていきたいと思います。チーズが溶けてますね。美味しそう。わ、めちゃめちゃチーズの匂いがする。では続いて辛うま味噌、豆腐がすごい、あ、やっぱちょっと赤い、野菜たっぷりですね。ではできたので早速食べていきます。いただきます。とてもチーズとトマトのいい匂いがしてますね。まず新発売の方から、どちらが辛いのか、あ、なんかチーズが入ってるからか、あ、奥深い辛みはあるんですけど、あ、美味しい。これ、まだとてもトマトとチーズがいい感じで、辛さはあるんですけど、まだ食べやすいかもしれない。
ょっと咳き込む感じがありますね。あ、食べた後に結構深い、なんていうんだろう、辛みが来るというか。ではこちら、辛うま味噌味、これも私初めて食べるので、これは本当にもう野菜たっぷりで、匂いも野菜の味がしっかりしてて、前の北極ラーメンも結構野菜たっぷりで美味しかったんです、辛たっぷりで。いただきます。いや待って、これはどっちで、どっちだ。あ、辛さ的にはどちらも同じぐらいかもしれない。あ、でもこっちも美味しい。蒙古タンメンさんってやっぱりさすがですよ。私行ったことないんですよ、お店には。カップ麺でこんなに美味しいってことはもうお店に行って食べたら、どちらが辛いかっていうのを検証で言うと、どちらも同じぐらいの辛さ。ただこちらはチーズが入ってるので、食べた時は本当に全然チーズの味が勝って辛さをあまり感じないんですけど、やっぱこう噛んでいくとどん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 辛みが出てきて、と遅れて辛さが来るって感じです。こっちは結構もう入れてすぐ辛さがピリッと来るような感じ。こちらはキャベツ、チーズ加工品、トマト加工品が入ってます。火薬は、あ、でもさっきあったチーズが溶けてなくなってる。チーズ好きの激辛好きな方にもぴったりです。辛さに慣れてくると全然スラスラいけちゃう。こちらの本当に火薬がすごいんですよ。キャベツ、豆腐、味付け豚肉、人参、キクラゲ、本当に具沢山。まだ食べられてない方ぜひ食べてください、どちらも。スープがやばいんですよね。ちょっとずつスープも飲んでいきたいと思います。あー、スープが辛い、やっぱり。あー、スープ結構きますね。出て出て出て、あ、スープはこっちのチーズとトマトの方が飲みやすい。なんとこちらの2つのカップ麺、また私カロリーを計算しちゃったんですけど、この前私三つ一気にカップ麺食べたと思うんですけど、
その時より高いんですよ、カロリー。こちらが542キロカロリーで、こちらが527キロカロリーなので、1060キロカロリー。なんかカロリーも気にならないぐらい美味しいです。ちょっと一気に食べちゃいますね。時間かけちゃうと今日も量が多いので、だん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 お腹に溜まってきそうなので、今のうちに一気に食べちゃいます。辛の味噌完食しました。よし、完食しました。ごちそうさまでした。美味しかったです。今回食べたこちらの蒙古タンメン中本さんのカップ麺、とても美味しかったです。さっき食べてる途中にも言ったんですけど、私自身蒙古タンメン中本さん その店舗、お店の方に行って食べたことがないんですけど、また機会があればぜひお店に行って食べてみたいなと思います。では今日のバルス数値を発表したいと思います。まずこちらの辛うま味噌、こちらから0バルス。そして次に新発売トマト&チーズ味、こちらのバルス数値0バルス。どちらも全く辛くなかったっていうわけじゃなくて、しっかり辛さもあったんですけど、過去に私が食べたこのカップ麺の北極ラーメンは1バルスでした。それに比べるとまだ辛さも食べやすい辛さだったので、今回はこういったバルス数値にさせていただきました。どちらが辛かったかという話にはなるんですけど、辛さ的にはどちらも同じになったのかなって思ったんですけど、ただスープを飲んだ時にこっちのトマト&チーズ味の方は、まあ、トマトとかチーズが入っているからなのか、やっぱり飲みやすさはありました。なのでどちらかっていうのを言うと、こちらの方が辛さはまだ優しくて食べやすいかなと思いました。どちらもセブンイレブンで販売されてるので、気になる方はぜひお近くのセブンイレブンに行って、こちらの、これは新発売になっているので、ぜひこちらのカップ麺も食べてみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。